ます。スリムのポイントフィッシングマイスターの西山です。今日は東京湾で人気のアジ釣りに来ております。今回お世話になっているのは、横須賀の走り水港にあるのりむき丸さんにお世話になっております。アジビシでですね、ブランドアジ、いい味を狙っていきたいと思います。頑張ります。はい、それでは使う道具について説明をさせていただきたいと思います。まずですね、竿なんですけど、130号のメシを使うので、それをしっかりしゃくれる竿が好ましいです。なので長さは1m50から、長い人だと 2m のものを使ったりもします。基本的には硬い竿、重り負荷が150号までは最低でも欲しいところではあります。なので、今回ちょっと使ってるのはタコノリ丸の160なんですけども、ちょっと重り負荷100号までなんですけど、すごく味見しに調子がいいので、ぜひおすすめしてみてください。で、次にリールですね。リールは E の3号もしくは4号が、300m 巻けるリールですね。シマノでいうと、800番、1000番、ダイワさんでいうと300番、これぐらいのサイズが味見しには最適です。はい、それでは続きまして仕掛けの説明をしてまいります。まず上からですね、まず P ライン、これは4号が基準です。で、3号でも別に大丈夫です。で、次に天秤ですね。天秤は、40センチから60センチぐらいのものを使います。太さは 1.5 ミリから2ミリぐらいのもので十分です。で、ビシですね。ビシは船宿さんによって違いはあるんですけども、基本は130号です。イワシミンチ用のビシを必ず使ってください。イワシミンチ用のビシは目が粗いので、イワシミンチの重さを前でも目詰まりしません。なのでしっかりと目の粗いものを選んでください。で、船宿さんによってはね、150号使ったりもするので、調合する前に必ず確認を取ってから釣りに行ってください。で、次にクッションゴムですね。クッションゴムは大体20センチ前後のもので、太さが 1.2、1.5、 このどちらかを使うことが多いです。で、このクッションゴムがないとですね、すごく魚バレちゃいますので、必ずつけるようにしてください。仕掛けなんですけども、こちら標準なのはこの金針の3本針仕様。これが、3本針なので、棚を幅広く探ることができます。なので最初はね、ぜひこの3本針を使ってみてください。で、ただ3本針だとですね、やっぱり手返しが悪くなっちゃうっていう方もいらっしゃると思います。その時は2本針ですね。3本針よりは、探れる棚の幅が狭くなっちゃうんですけども、手返しは確実に良くなりますので、ぜひ試してみてください。で、あとですね、もう一つ銀針っていうのがあります。白針とも言いますね。で、こちらですね、サバが多い時とかなんかに使うと、金針よりはサバがかかりにくくなりますので、サバが多い時なんかにはサバ対策として、ぜひボックスに一つ忍ばせておいてください。はい、続きまして餌の紹介をします。基本的にはですね、コマセ、このカゴに入れるコマセですね、これはイワシミンチを使います。こういうのですね、イワシのミンチを使います。東京湾は網コマセとかオキアミの制限がありますので、味見しの時はもう基本的にイワシミンチだけ使うと考えていただいて結構です。で、次に針につける刺し餌ですね、は、こちらの赤タンと青いサメを使うことが多いです。基本的にですね、船宿さんがどちらかは準備してくださってると思いますので、ない方をですね、自分で持って行ったりとかするのもいいと思います。
やタックルをですね、実際に取り付ける位置について説明したいと思います。まずこのようにですね、ランを必ず使います。コマセバケツですね、この中にイワシミチが入ってます。この位置関係が実は重要で、ランが必ず塩紙では流れる上の方に来るようにしてください。メスを購入した際、味を取り込むので、この位置関係意外と重要なものなので、しっかり塩の上側に置くようにしてみてください。じゃあ続きまして、購入の流れの説明をさせていただきます。まず実際にですね、もう針に餌つけてます。それを海に流してください。イワシミチ入れるときですね、これぐらいちょっとゆとりを持って入れてあげてください。パンパンに詰めちゃうと結構詰まっちゃいますので、だいたい7割か8割それぐらいにしといてください。で、ミシを箱の中に入れたらですね、まずビールのゼロセットボタンを押してください。で、カウンターを必ずゼロにしてあげてください。これしないとお酒を巻き込んで竿を折ってしまったりとか、いろいろ危険性がありますので、これは必ずやってください。で、次に投入ですね、竿を持ちます。ラッチを切ります。投入します。以上で、海底まで落ちたらですね、はい、海底に着底しました。着底したら糸がしっかり止まりますので、一回しゃくり上げます。で、ミシンを海底からちょっとだけ離してあげます。そうすることによって根掛かりが避けれますので、で、1メーター巻き上げます。しゃくります。1メーター巻き上げます。しゃくります。1メーター巻き上げます。で、今海底から約3メートルぐらい離してます。で、仕掛けがあるのは実際に海底から、仕掛けの長さが2メーターぐらいあるので、1メーターから、2メーターぐらいのところまで、実際は針があるので、そこの棚を狙っていきます。で、釣れないときはですね、こまめに50センチずつぐらい、しゃくって巻き上げてっていうのをやっていけば、当たりが出るところがありますので、その日の当たる棚をしっかりと探していきましょう。はい、じゃあ今、ヒットしてます。で、取り込みの流れなんですけども、まず、巻き上げるときの注意点、あんまり早くすると味口が弱いんで切れちゃいます。で、ゆっくりですね、中速ぐらいで巻き上げてください。で、水面まで上がってくると電動リール止まりますんで、さっきゼロセットしたのでそこまで巻き上げて、ミシをキャッチ。で、ミシを箱の中に入れてください。両手を開けた状態で仕掛けをかけます。はい、アジは口が切れやすいので、取り込みの時は細心の注意を払ってください。今ですね、海底からフィッシュを3メーターぐらい上げたところでヒットしたんですけど、ちょっと取り込みの時に遊んじゃってバレちゃいました。なのでちょっと真面目に釣ってみたいと思います。はい、今着底しましたね。一回しゃぐり上げて本当も切ってあげます。で、1メーター。今これでミシ3メーター上がってます。で、さっきここでヒットしたので、今仕掛けが安定するのをちょっと回ってる状態ですね。なくした後に今当たりましたね。で、当たったらゆっくり巻き上げてください。
高速で巻くとバレちゃいますよね。大きいですね。結構きますね。荒らさないように丁寧に巻き上げてください。よくきますね。それにしても箱の根もあるすごく。アジの見分け方について説明します。こっちがですね、普通のまあマアジですね。黒アジ、ノドグロとかも言います。あの背中がちょっと黒くて全体的に細身なの分かりますかね。で顔がちょっと大きいですよね。で対して金アジは色はちょっと薄くて体高があって顔が小顔です。これが走り水の金アジ、超美味しいブランドです。ぜひこのアジを釣ってみてください。お疲れ様でした。今日は、東京湾でですねアジビシをやって、走り水のブランドアジ、黄金アジを狙ってみました。超ファミリーのですね恵まれてみんながだいたいそうですね20本以上は釣ってると思います。トップの人では40本ぐらい釣ってると思います。まあそのうちの金アジっていうのは4分の1ぐらいだと思うんですけども、それぐらい釣れれば食卓では十分贅沢な料理ができると思いますので、ぜひ皆様も狙ってみてください。